月を夜の観光資源に活用しようと開かれている名月サミット。昨日は全国の民間企業などからおよそ60人が参加し、月の活用策が紹介されました。月さえ登ればですね、一つの観光資源になり得るんだ。名月をですね、日本の観光資源として、インバウンドのですね、観光も含めてですね、どんどん訴えていければなというふうに思っております。サミットでは魅力ある名月鑑賞スポットを日本百名月として認定していて、今回新たに東京のホテルから見られる月が選ばれました。県内ではすでに長崎市の稲佐山など2カ所が日本百名月に登録されています。これまで夜景というと、どうしても都市型の、イルミネーションとかそういったところが、皆さん頭にイメージがあったかと思いますので、自然という月というところもやっぱり観光のスポットになり得ると。長崎市では今後月を鑑賞する観光コースを設けるなど、夜の観光に力を入れたいとしています。